サッカー J リーグの開幕を直前に控え、各クラブの選手らが集まるイベントが今日開かれ、都内を本拠地とするチームの選手たちが今シーズンの抱負を語りました。会場には J1、J2、J3 の54クラブの選手たちが勢ぞろいしました。昨シーズン J1 年間9位に終わった FC 東京はオフに大型補強をし、初制覇に挑む今シーズン、 J リーグ歴代最多171ゴールを誇るストライカー大久保選手に期待がかかります。どんなかっこ悪いゴールでも、まあ、1点は1点なので、いやもうそれが自分の役割だと思いますし、点を取って勝たせればいいなと思ってます。一方、昨シーズン J2 に復帰し7位と健闘を見せたのが FC 町田ゼルビアです。今シーズン鹿島アントラーズから加入した期待の若手、19歳の平戸選手は、まあ、自分はここで試合に出て活躍するために来たので、しっかりと試合に出て町田ゼルビアの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。開幕は J1 が25日で J2 は26日です。